日刊クラストです、今日はですね、私大正駅まで、来まして、今からどこに行くかというとですね、たびたび放送されておりますね、ハンバーガーママ、こちらに私もやってきました。こちらです、ハンバーガーママです。ではちょっと店内に入ってみたいと思います。すいません、予約でいっぱいなので。マジで。あ、どうも、クラス、日刊クラストからすいません。どうも。あ、久々に会ったのに、なんかテンション低いっすね。じゃあね、今な忙しい。よいちゃんのな、注文。あ、すいません、ごめんなさい、もう全然僕は後でいいんで。ここ座って大丈夫ですか？いいよ。こちらのお店のですね、特色ですね、なんとハンバーガーがですね、まあ、もちろんメインなではあるんですけども、まあ、ハンバーガーだけではないと、居酒屋メニューがとても美味しいと、特に私が聞いてたのはこのきゅうり、からし漬けとですね、土手焼きがとても美味しいと、これちょっと頼んでみたいと思います、注文してからなかなかね、作ってくれません、ね、知り合いだからですかね、後回しなんでしょうか。それが後回しですよ。これがこの店の特徴なのでしょうか。もうちょっと待ってみましょう。一品目が来ました。名物大正おにぎり。ただのね、玉ねぎスライスなんですけど、いただいてみましょう。あ、うまい。これうまいですね。酒の後に抜群です。きゅうりのからし漬けというメニューが来ました。これ一体どんな味なんでしょう。食べてみましょう。どれどれ。あ、こいつはうまいですね。程よい辛さ、これはいい辛さですね。これは酒のあてになります。このね、土手煮を今食べてるんですけども、これは非常に美味しくて、わー、大将、これ土手煮は何が決め手ですか。これは隠し味あるんですか。わしが散々今までの歴史の中で酒場を巡って散々土手焼きを食べていまして、なるほど、それの集結を表現しようと思い、幾多の土手焼きを経てこの土手焼きにたどり着いたと。なるほど、さすが大将。ネギ塩じゃこという世にも奇妙なメニューが、席に来たのでね、私のちょっと食べてみたいと思います。塩ちゃん、 あ、うまっ。揚げ物のところにこのネギ塩じゃこがあって、どういうことかがちょっとわからなかったんですけど、カリカリですわ、じゃこが。うまっ。ハンバーガーママのバーガーは、シェイクシャック超えという声を聞きながらですね、この土手煮とネギ塩じゃこを組み合わせるととんでもないことが起こるということを聞いたので、ちょっと行ってみたいと思います。あ、うまいですね。うまいよね、このこれ。あ、乾杯ですね。続いてきたのがこの山芋バター醤油ですね。あ、いい色だね、これは。テカテカですよ。ちょっといただきます。あー、アップル、これは、これもうまいな。これも
酒に合う、すべて酒に合うおつまみしかありません。ハンバーガーママ、厚揚げ食べらのせという料理がやってきました。美味しいんでしょうかね。見たことないですよ、こんな厚揚げにラー油、うまいんですかね。うまい、うん、お、こんな、ネギ塩じゃこを厚揚げに乗せる、こんなことしていいのかよ。けど手が止まらない。厚揚げにネギが白ネギと青ネギと乗していいの？白ネギの上に青ネギ乗していいの？ハンバーガーママのトイレって一体どんなの？そう思う方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。ちゃんとウォシュレットもついてますよ。こっち側、ハンバーガー酒場、ハンバーガーママ、向こう側の、こちらちょっと私最後に頼んだフードです。まあ、そこまでご機嫌さんではない。普通のハンバーガーはもっとでかいんですけど、これはね、なんとおつまみハンバーガー。そんなことないですよ。もう家で飲むおつまみサイズです。かわいいですね。多いこのサイズはですね、まあ、自分もご飯作ったりするんで、まあ、食べに行くほどではない。どうも食べづらいです、ね、でも家で飲もうかどうやって、ね、でも向こうの方はおでん屋さんから行きましょう。よう行ってましたね。ホルモンとかね、あっちの方。うまい、うまい。生レモンください大丈夫、大丈夫。見てください、この濃い濃いハイボールですね。濃いハイボールとこのハンバーガー、アングリーママ。ちょっとね、バンズ行ったんで、次はこのパティですか、ミートの方にちょっと行ってみたいと思います、ね、アングリーママ、これね、怒ったママですよね。直訳すると辛いんですよ、アングリーママ。うまい。合いますわ、これね。